ミカエル・アグリコラは、フィンランドのルター派牧師で、現存する、最も古い印刷されたフィンランド語の文献の著者で、フィンランド語の書き言葉の父と呼ばれる。彼はフィンランドを含むスウェーデンの宗教改革を強く、推進した。1554年に、ローマ教皇の承認を受けることなく、トゥルクの司教となった。その結果、彼はルター派として当時スウェーデン教会の一部である。 フィンランド教会の改革を行った。彼は、新約聖書、祈祷書、賛美歌ミサ曲をフィンランド語に訳し、フィンランド語の表記法の基礎を築いた。中でも注目に値するのは、これだけの功績にもかかわらず、それを成し遂げるのに要した時間は3年だけという点だった。ロシアとのノブゴロド条約の交渉が終わった後の木と突如死去した。ミッケル・オーロフソン、または、 ミカエル・オラビィン・ポイカは1510年頃、ニーランド県、ペルノにあるトルスビー村で生まれた。彼は、ペルノの教会の守護聖人にちなんで名付けられた。現地の執行理の帳簿によると、彼の家族は、平民ではあるが金持ちであった。三人の姉妹がいたが、名前は知られていない。彼の教師たちは、彼の言語に関する才科を見出し、教区牧師のバルトロメウスは彼を、ビボルグにある。 ラテン語学校に送り、聖職者となるための教育を受けさせた。その学校では、デジテリウス・エラスムスの学説を採用していた、ミカエルの母語がフィンランド語かスウェーデン語かはわかっていない。ペルノは当時スウェーデン語を話す地域であったが、彼の著作は、彼がフィンランド語の母語ア者であることを示している。しかし、彼はフィンランド語もスウェーデン語も、母語ア者と同じほど上達し、 子供の時からにカ国語を話していた可能性もある。ミカエルがビボルグで勉強していた時、彼は性をアグリコラに変えた。当時、学者の一代目が父の社会地位と職業に基づく性を用いることはよくあることだった。彼が宗教改革と人文主義を初めて知ったのはおそらくビープリでの出来事であった。ビープリ上の統治者は当時のスウェーデンをグスタフ・バーサの部下で ドイツ人の白爵ヨハン・七世イ、フォン・ホヤが統治していた。ヨハン・七世イは宗教改革を支持しており、礼拝オルター派の流儀で行っていた。1528年、アグリコラは彼の教師に従って当時スウェーデン領のフィンランドの中心地で司教区の主婦である応募に向かった。アグリコラはそこでマルティスキュッテ司教の社事制になった。トゥルクに滞在している間、アグリコラは マルティン・ルターのフィンランド人学生の一人目で、宗教改革の教えを精力的に広めていたペトルス、サルキラ・ハティと出会った。サルキラ・ハティは1529年に死去したが、アグリコラはその事業を引き継いだ。1531年頃、アグリコラは牧師に、ノブ品された。1536年、トゥルク司教はアグリコラに勉強させるよう作戦、先帝綱領のビッテンベルクに送った。 彼は、新約聖書の言語である、キリシャ語の専門家、フィリップ・メランヒトンの講義を集中して勉強した。また、ルターの文下で勉強を続けた。メランヒトンモルターも、アグリコラを、スウェーデンを、グスタフ・バーサに推薦した。アグリコラは、グスタフ・バーサに手紙用に通送り、報給を求めた。それで報給を確保すると、アグリコラは、アリストテレス全集などの本を購入した。 1537年には、新約聖書のフィンランド語への翻訳を開始した。1539年、アグリコラはトゥルクに戻り、トゥルク聖堂の学校の校長に就任したが、彼はこの仕事を好まず、学生を慣れていない動物とコキを下ろした。一方、グスタフ・バーサは、自らの権力を固めるために、教会の財産を没収したが、同時に宗教改革も推進した。 1544年、アグリコラはグスタフからの有望な若者数人をストックホルムに派遣して骨の折れる仕事をさせようとの命令を受けた。しかし彼は翌年に同じ命令がより威嚇的な現時で送られてくるまで、それに従わず、結果的に二人の関係に悪影響を与えた可能性もあった。1546年、アグリコラは住みと学校をトゥルクの大火事で失った。 1548年2月22日、グスタフ・バーサはアグリコラに校長の職から退くよう命じた。この時にはアグリコラがすでに結婚していたが、現代ではアグリコラの妻についてその名前ピルヨ・ラビン・ティュタルの娘、ブリジト・ビルギッタ・オラフスドッテル、ブリギダ・オラウィなどの表記もあるしか知られていない。唯一の息子、クリスティアン・アグリコラ。 1550年12月11日から1586年2月19日は1584年にタリン司教に就任した。ミカエル・アグリコラの没地、プリモルスク近くにある記念碑、2006年撮影。トワル・ロー司教が1554年に死去すると、グスタフ・バーサはアグリコラをトゥルク教区のオルディナリウスに任命した。これは実質的にアグリコラをトゥルク監督。 およびフィンランド発の監督を任命したことになる。アグリコラは宗教改革者としては献身的ではなく、改革を厳しく推進することもしなかったが、ミサ、ノリフミだけは廃止した。1557年、アグリコラはロシアツァーリ国への施設団に参加。2月21日から3月24日までモスクワに滞在して、ロシアスウェーデン戦争の講和条約である。 ノブゴロド条約を交渉した。4月9日、彼は病気を患って、ウーシキルッコで死亡した。アグリコラはビープリの教会で埋蔵されたが、正確な場所は知られていない。詳細は、ABC キリアを参照アグリコラははじめ、新約聖書の翻訳を考えたが、当時フィンランド語の書き言葉が統一されていなかったため、彼はまず書き言葉から始めた。現代では、 ABC キリアとして知られている。ABC キリアはアグリコラが初めて書いた本であり、諸仏本及びカテキズムとなっている。初版は1543年に出版された。カテキズムが含まれたのは、当時聖書を変える人が少ないからであった。初版は16ページだったが、1551年の再版では24ページとなっている。1966年、死者の王家オーベルリンが、 本の想定を直している最中に当時知られていない ABC キリアの第3版の一部を発見した。この第3版では出版社の名前アムンドー、ラウリサンポイカと出版年の1559年が記載されており、また未発見の8ページも含まれている。これらの8ページはおそらく出版の工程におけるミスにより使用不能になり詰め紙とされたものである。詳細はルコスキリアを 参照1544年3月、アグリコラーのルコースキリアが出版された。アグリコラーは書き始めに全面的な教育に関する様々なテーマについて、及びフィンランドにおける宗教改革の影響について書いた。ルコースキリアには4つの序文と多くのテーマに関する約700の祈祷文が記載されており、一般的には2、3種類の祈祷文となっているところを12種類も、 記述した。ルコースキリアは900ページほどであり、そのソースには、マルティン・ルター、フィリップ・メラン・ヒトン、デジデリウス・エラスムスの作品が含まれている。詳細は、セウーシテスタメンティを参照セウーシテスタメンティの表紙。アグリコラの最も有名な本は1548年に完成した、新約聖書のフィンランド語訳のセウーシテスタメンティであり、その長さは718ページで多くの総画が、 含まれている。アグリコラがビッテンベルクにいる間、より短い祈祷書3冊をフィンランド語に、翻訳、1549年に出版した。貸し切りやカステスタ洗礼結婚、埋葬などの儀式について、メスエリヘッランエクフトリネン礼拝の儀式について、セメデンヘッランイエスセンクフリストセンピナ、イエスキリストの受難について4月9日は19世紀の、フィンランド語学者、 エリアスリョンド・ロートの誕生日でもあり、この日はフィンランド語が生まれた日として、フィンランドで祝われている。アメリカ福音ルター派協会は、毎年4月10日にアグリコラを記念している。ヘルシンキのミカエル・アグリコラ協会はアグリコラにちなんで名付けられている。アグリコラの死去から450年経った2007年、10ユーロの記念コインが作られた。このコインは、アグリコラのフィンランドにおける、 宗教改革への功績、及びフィンランド語の書き言葉の父としての功績を称えて発行されたものである。五千フィンランドマルカ紙幣に肖像が描かれているが、実際に発行されたことはなく、インフレーションへの備えとして準備されたのみだった。ありがとうございます。